エブレのヤギエブレのヤギは伝統的にスウェーデンのエブレ中心区のスロツトロゴットで毎年制作されるクリスマス飾り。これはスウェーデンで伝統的に作られている藁でできたヤギ飾りのユールボックを巨大にしたものである。毎年町公設から2日間にわたり地元のコミュニティグループたちによって制作されているもので12月中に 起きる放火による破壊で有名になった。安全対策や近隣に消防署があるのにもかかわらず、1966年に初めて作られるようになってから多くの年において焼け落ちている。1986年より、エブレでは2頭のヤギが製作されている。エブレのヤギは毎年町公設の最初の日に建てられる。 1966年、広告コンサルタントのスティグ・ギャブランが、スウェーデンの伝統であるユールボックを巨大にしたものを作成し、広場に設置することを思いついた。この最初のヤギのデザインは、ギャブランの兄弟であり、当時のイエブレ消防署長であった、ヨーガン・ギャブランの担当となった。このヤギの作成は、消防署によって実施され、また、 1966年から1970年および1986年から2002年にわたって毎年消防署が作成していた。最初のヤギの資金はハリー STR メートルによって賄われ、1966年12月1日、高さ13メートル、全長7メートル、重さ3トンのヤギが広場に作成された。大晦日の日、このヤギは燃え落ちた。 この犯人は発見され、有罪判決を受けている。このヤギには保険がかけられており、出資者の STR メートルは全額を取り戻した。南商業組合として知られる経営者たちの団体が出資者となり、この作成は翌年からも続くこととなった。1971年、南商業組合はヤギの制作を止める。これに代わり、 バーサの学校の自然科学クラブが制作を始めた。彼らのヤギはおおよそ2メートルであった。彼らのヤギは好意的に受け止められ、翌年以降も制作されることとなった。南商業組合は1986年より再びヤギの制作を始めている。1966年のヤギの制作費は1万、スウェーデンクローナであった。2005年に制作されたヤギには、 約10万スウェーデンクローナの値札が貼られた。制作費は死により1、3が負担され、残りは南商業組合が支払いを行う。2003年からはアルクワーカーとして知られる非雇用者たちによって制作作業が行われている。吹雪の中焼け落ちたエブレのヤギこの展示は放火による破壊のターゲットとして注目されることとなり、1966年に 最初のヤギが建設されてから数度にわたり破壊されてきた。消防署が設置されるヤギから近いこともあり、多くの場合は木の骨格がひどく損傷する前に沈下されている。もしこのヤギがセールチアの祭日である12月13日より前に燃え落ちた場合は再制作されることになる。その場合、骨組みは手当の後修復され、その上にヤギ製作委員会が 事前に注文しておいた藁を用いて再構築される。2005年までに4名がヤギに対しての犯罪行為で逮捕または有罪判決を受けた。2001年にはアメリカ合衆国のオハイオ州クリーブランドから来た51歳の観光客ローレンス・ジョーンズによりヤギは燃やされた。ジョーンズはこれにより18日間拘留され被害に対し10万スウェーデンクローナの支払いが 命じられた。裁判所は、ジョーンズのタバコ用ライターを、まさしく扱うことができないのが明確だとして、没収した。裁判においてジョーンズは、自身は、ヤギもしやではないと主張し、ヤギを燃やすのは、伝統で完全に合法なものだと信じていたと話した。ジョーンズは釈放された後、罰金を支払わないまま、アメリカへ帰国している。1996年、 南商業組合はヤギを1日24時間監視するカメラを導入した。2004年11月27日には、エブレボッケンのホームページがハッキングされ、2つの公式ウェブカメラのうち1つが改ざんされている。2003年には、さらなる破壊行為を防ぐため警備員がヤギの周辺に配置されていたが、気温が霊下に下がったために警備員たちが近くのレストランに、 寒さから逃れた際、放火魔に襲われている。2005年の12月3から4日の週末には、スウェーデン全域で公共のユールゴートに対する連続、攻撃が行われ、エブレのヤギは12月13日に燃やされた。ゴットランド島のビスビューのヤギは燃え落ち、エステルイエータランドのセーデルシェーピングにあるユールボックは、焼かれ、ベステルボテンのリッケルセのヤギも被害にあった。 2006年のクリスマスシーズンは、エブレのヤギの40周年記念にあたる年だった。12月3日の日曜日、市はこのヤギを叩いて、大きな祝典を開いた。この時、ヤギ製作委員会はヤギを、ファイバープリテクターファイアプルーフという飛行機用の防火剤を用いて、防火処理を行った。その年の最初のうちは、防火されていたが、あらわによりヤギから液体が垂れ落ちることとなった。 この出来事により、ファイアプルーフプリテクターソルベントベースが防火剤として適用されることとなった。様々な関係者たちの努力に関わらず、エブレのヤギは最も新しい事件である2016年11月27日までに、計27回燃やされ、6回破損している。2006年の燃え崩れた自然科学クラブのヤギ、遠くに大きなイブレ墓権が見える。 1986年より、エブレでは2頭の大きな、ヤギが、つまり、エブレボッケンと呼ばれるヤギが、南商業組合により、ユールボックと呼ばれるヤギが、バーサの学校の自然科学クラブによって作られている。1985年まで、南商業組合のヤギが、最も大きいユールボックとして、世界記録を保持していたが、長年にわたって、自然科学クラブのヤギが、 大きさを伸ばしていった結果、1985年には彼らのユールボックが公式に高さ12.5メートルとしてギネス世界記録に登録されることとなった。1966年にオリジナルのヤギを作った製作者のスティグ・ヤブランは自然科学クラブのヤギは南商業組合のヤギほど魅力的ではないし、何より首が長すぎるので、 世界最大のユーレボックとしてのタイトルを勝ち取るのは不当だと考えた。この翌年、ヤギ戦争が勃発する。南商業組合は、その宣伝価値を理解し、巨大なヤギを作り、自然科学クラブはそれに反発してより小さなものを作った。南商業組合は彼らの大きなヤギを持って、世界記録を取り戻そうと意図していたが、計測の結果、大きさが足りないと判明した。 それ以降7年間、世界記録を更新する試みはされなかったが、自然科学クラブと南商業組合間で悪感情を抱くことになった。証明できる事実では、自然科学クラブは彼らのヤギの近くにメディークリスマスの看板を全ての人に向けて掲げていたが、南商業組合は覗かれていた。1993年、南商業組合は再び世界記録を 更新するとの声明を発表した。完成時、ヤギは10.5メートルの高さであった。その年の自然科学クラブのヤギは14.9メートルの高さと測定され、ギネスブックに新たな記録を登録した。ありがとうございます。